ようこそ侵入者よ。案ずるな、追い出しはしない。少し質問をさせてもらいたいだけだ。感じたことはあるか？初めて見たはずの場面に遭遇して、以前もこんなことあったよ。そうだな、デジャブという言葉は聞いたことがあるだろう。いわゆる既視感、実は脳の錯覚に過ぎないという。本当に錯覚だと思うか？もしお前が確実にそこに行ったことがあり、全てを忘れているだけだとしたら、もしお前が確実に何かをしたことがあり、全てを忘れているだけだとしたら、お前はもう完全に忘れた自分の過ちに対して罪を償うか？だが、なぜその忘れた記憶自体が本当の記憶で、錯覚ではないと断言できるのか。結局、体験したことが真相なのか、忘れたものが記憶なのか。思い出してみよう。この世界が滅ぶ前に。ブラックゲートはまだまだ大きくなっていく。このままでは我々が突破されるのも時間の問題だ。彼らは本当にブラックゲートを破壊できるの？今は彼らを信じる。きっと大丈夫。傷は浅いから気にしないで。モンスターがどんどん増えてきてるから急がなきゃ。早くブラックゲートに侵入しなきゃ。拡大を止めないと。ネーワさんが作った空間起点はこの先だよ。行こう。
張してるの？初めての時、こんな雑魚に全力を尽くす必要ないでしょ。お掃除の時間だよ。お部屋をきれいにしたら気分も良くなるよね。大好きだよ。ここも掃除しなきゃ。でっかいやつが出てきたね。時間を4秒巻き戻せて、制限を解除して HP を回復する。生命結晶を拾うと安心して。私ももう回復したよ。起きた起きた。この人弱そう。君が本当に私たちの体ねえ名前。うわ、泣いてる。頭にコブが一つできただけだよ。すぐ治るからし。名前ね。あ、ごめん、私少し言い過ぎちゃった。簡単に説明するわね。君は隊長選抜に参加して予想に反して合格したのよ。まあその後すぐ混乱するのも無理ないわね。だって会ったばかりのアンに無理やり戦闘シミュレーション。君本当に調子悪そうね。シミュレーションの後遺症って、え、記憶喪失なの？そう、
困ったわね。シミュレーションに入ると後遺症、本当に記憶喪失になった人。全然褒める話じゃないと思うんですけど、これからもな。改めて一から説明しなきゃダメみたいね。ここは境界線都市。6ヶ月ほど前、最初の異界ブラックゲートがこの町に現れたの。世界各国が多大な犠牲を払って、ようやくブラックゲートと。もう他に知りたいことはあるかしら。じゃあ単刀直入に言わせてもらうわ。君はほら、そんな顔しないで。私たちはごめんね、アン。あとはた、え？じゃあ一度私と外へ出てみる？街中の黒い霧で覆われているところはブラックゲートにし、中にはモンスターがたくさんいる。モンスターを退治してブラックゲートを破壊し、人間を守るのが私たちの仕事なの。まずは午前でも午後でも夜でも、アンはずっとそばにいてあげるよ。当たり前でしょ、私だって人気使いなんだから。アントネーヴァさんとは比べ物にならないけど。私は大丈夫だよ。でも無駄に人気使いを呼び出して、私以外の人気使いに殴る。人気使いにだってそれぞれに任務やプライベートの時間がある。ここは中央庁。人間が異世界に対抗する。全ての人気使いはここに。境界線都市は異界侵略の最前線で、もしここが落ちたらブラックゲートは全世界に広がる。だから中央庁はこの町のほとんどのシステムを管理していて、トラブ中央庁を創立したのはヒーローさんっていう方で、あなたが現れる前唯一の隊長。ブラックゲート事件以来、人気使いたちを集めて黒。今思えばわ、何ニヤニヤしてるの。あたりを案内するから。つあ、この感覚、ブラック…でもブラックゲートが中央庁に出現するはずないのに。早く状況を確…でも待って、私一人じゃ無理。せめとりあえず戦術端末を使って近くの仲間を召喚しよう。まずい、戦術端末の通信。今優先しなきゃいけないのは、あっちにいるみたい。白夜間近くの森に。あら、ようやくお客様がいらっしゃったようね。白夜館へようこそ。私、ここは記憶を集める場所。この、あなた、別に珍しいことじゃないわ。人間として何を忘れたの。相応の対価をいただけば思い出させてあげましょう。通常は、オパールという宝石をもらうことにし、人間社会において、でも、あなた、
えらい遠いところからやってきたで。あなたの記憶に、なぜそう書く人は皆、記憶、たくさんの記憶を忘れる人もいる。人生の運、私から見ても、私のことが信じられるようになって。素早く切れ。なんや、出前か。お掃除は始めよう。うん、覚えてる？隊長は人気使い、初めての実践なんだから、それぞれの人気使いに力を切り替えるポイントをしっかり把握しなくちゃね。アントネーワさんの飛行だよ。いろいろ教えたけど、どのくらい覚えてるかな。
私たちを不意打ちしようとするなんて100年早い。あなたもなかなかやる。それにしても隊長は戦場に慣れてないから。生意気。今のは運が良かっただけ。早く中央町に入ろう。